はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスタ TV です。さあ今回はですね、国内スバル車に関する、リコール情報をですねお届けしていきたいと思います。今回の、リコール対象車ですけれども、レボーグ、レガシー、WRX というところで、この3車種に、リコールのお知らせが来ております。そのリコールの内容ですけれども、事故自動緊急通報装置（データコミュニケーションモジュール）という部品に、不具合があるということですね。で、これだけ聞くとね、何のこっちゃっていう感じですけれども、まあ、EyesightX 関係ですね。EyesightX の、機能の一つとして、まあ、ドライバーが意識をね失って、自動停止した時に緊急通報してくれるっていうね、そういった機能がありますけれども、まあ、それに関するリコールだと思います。で、今回の改善内容としてはですね、データコミュニケーションモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換えますという内容になっております。で、今回の3車種、レボーグ、レガシー、WRX ですけれども、レボーグはね VN5、VNH 合わせて、そうですね、だいたい3万9000台ぐらいか、はい、3万9000台ぐらいのリコール対象になってますね。そして BT5 レガシーですけれども、こちらは9300台ぐらいのリコール対象になっています。で、さらに WRX VBH、 こちらは2700台ぐらいのリコール対象になっていて、合計でね5万1613台のリコール対象になっておりますので、ご自分のね車両がリコールの対象になっているかご確認の上ですね、対策していただきたいと思います。ということで、今回はですね国内スバル車のリコールに関する情報をお届けいたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。